なんか選ぶの嫌やけん入ってきてもらおう。佐々木誠さん使いやすそうね。確かにな。まあラインドライブやしね。いいよな。門田さんアーチストだけどどうですか。使ったことないな俺。そう俺あんま門田さんとか使いたくないよね。知らんけん現役時代を。俺あんまり能力差別の人じゃないけんさ、なんか思い入れがある選手使いたいんよね。じゃなかったら一番ムネリンなんかせんもんね。低めでストライクをきちんと取れるかどうかっていうのがポイントになりますよね。その低めきっちり投げることができるんでしょうか。バントしました。サンアウト。落ちる球を持ってきました。あ、入んのかそれ。インローのストレート、力のあるボールです。2ストライク2ボールと追い込んでいます。阪神純正おらんかったな。3ボール2ストライクです。打ちました。いい当たりだ。伸びて。ありがとうございました。すいませんね、ちょっと全然打てなくて申し訳なかった。だけど今の俺としても楽しくないよ絶対。バリバリ仕上がっとるときにしてんと。変化球タイミング合いません。こっちへ持ってきましたが外れました。ノムさんはね欲しいよ。現役時代知らんけど、そのほら功績とかは知っとるじゃん。キャッチャーで三冠王とかさ。手が上がってもおかしくないボールですね。はい、変化球わずかに外れてボール、フルカウントです。打った、これはファーストライナー。バッターは DH。 2アウトになっています。さあ初球は何か。そうだっけ、今の俺に戦ってもうまい汁吸えんよ。打撃カーソルで超高速打ってますか。俺2よ。俺カーソル2よ。あんね、超高速ってね、このスピードを速めるんじゃなくて、判断能力を速くするだけやけん、カーソルのスピード関係ないよ別。その多分ね、超高速で感度変えない、感度変えてますかって多分聞いてくる人は多分同じフェードで判断して、その超高速だけ速く来る感じがあるけん、なんかここのスピードも同じように動かしたいけん、じゃあここの感度を変えようって多分考えになるやろうけど、もう普通に簡単なこと言うと、その普通に高速フェードと超高速フェードってフェードのスピードが違うだけやけん、普通に反応速度を速くしたらいいんよ。反応速度を速くする、なんて言ったらいいんかな、ちょっと難しいな。反応を速くするだけなんよ。だけん、そのね、超高速経験感度速くするとかはないね。2回表に入ります。ホークスの攻撃、打席にはさあなんとか抑えれた泉さんで、ホークスリードで迎える最終回です。初球ボール、スライダー、オッケー、伸びていく、どうだ、入れば入った、ホーム。
久しぶりね、久しぶりは打てんよね。俺も今日久々なんよこれ、リアタイ自体。よし、ノーアウトランナー一塁です。バッターボックス、マサゴ。ヒットでランナーを一塁に置いています。さあ、鍵屋さん攻略。ジャイアンツピッチャーが中川くん。マウンドに上がるのは。そうか、巨人ちょっとピッチャーきついか。まずはアウトコース。マシソンとかおらんけんね、今。マシマシとかおらんけんね。ライト掴んでワンアウト。バッターは9番に入っている牧原。ワンアウトになっています。うわ、打てっちゃった。うん、この打席ちょっと俺ここになって代打出そう。気をつけたいですね。なるほど。バッターボックスには代打の明石。俺の母親が一番好きな選手。マジで？うわ、やば。レベル30ぐらいでホームラン打てたぞ、明石さんで。うわ、乗ってんなこの試合。あー、この試合乗っとる俺。今の爆中やね。今の爆中案件や、さよならやったら。まあ、ここで攻撃の手を緩めずに最後まで攻め続けてほしいですね。今の何やった、ツーシームやったかな。あ、もうルームパンパン、ルームパツパツっすかも。あー、これスタミナないんかな。球おっせえけどな。いや、そんなことないか、まだ大丈夫か。はい、ストレートが決まっています。ここはあっという間に追い込んでいます。いや、がっついた。ここはフライになっています。がっついた。スリーアウト。この回の攻撃はここまで。よし、抑えるぞ。明石さん、マジでちょっと代打の切り札に取っとこうかな俺。ジャイアンツ最後の攻撃になります。応援歌も好きやしね俺。パー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 。さすがに打たれるか。まあ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 、6点あるけんね。やっぱホークスはここぞっていう時じゃないと中継ぎ使えんけんね。よしよしよし。順は6番亀井。広角出た。初球ボール。見送っています。ボール先行です。やっちまった。くそ。これ大会本番で試合かんよ絶対こんなこと。いや、もうなんか抑えれる気せんないけどな。惜しいですね。はい、インコースわずかに外れてボール先行です。打ちました。正直このツーシームだけって考えたら無理よね、そりゃ。打席には1番バッター吉川。タイピン出ればワンチャン。バッターボックスには代打の大城。そう、改めてね、純正するとさ、12球団がいかに強いかそれはわかるよね。12球団の方が弱くなっちゃいかんちゃうね絶対。しょうがねえなあ。もう見せてやるよホークスの中継ぎエース。 OK、 ちょっと広角消した。よし、1球で締めた。あ、出した。顔も自体いけてやった。